皆さんこんにちは。天野スコープのお時間です。イエーイ。はい、今回ね、ちょっとサムネイルで重大発表なんてさせていただいたのは、今回ちょっと YouTuber っぽくお知らせしてみたかったんですね。はい。で、天野スコープはこれまで製造業を軸にして業界の有識者をお呼びする対談形式、そして営業の直伝シリーズね、この、まあ、大きく言うとね、2つのシリーズをリリースしてまいりました。ものづくりと販売、これはね、背中合わせでつながっていまして、ものを作るだけじゃなくてしっかり売っていかなきゃいけない、ね、いいものを作って、しっかり売れると、これは産業も活性化しますし、やっぱりね、国もどんどんね、豊かになっていくし、ひいては皆さんのね、お給料が増えるみたいなことにね、未来にどんどんワクワクつながっていったらいいなという思いで、やってまいりました。で、本当にね、視聴者の皆さんの支えもありまして、今年のね、2月からスタートした直伝シリーズを見ていただける方もね、一気に増えてます。はい、リアルでね、お会いする、まあ、私もね、商談する中で直伝シリーズ見てます、応援してますなんていうね、方も増えてまいりまして、本当にありがたいなと思っております。で、動画の方にもたくさんね、コメントもいただいてて、まあ、実際にお会いしてるわけではないんですけど、営業としてね、成長したいよとかね、もっと売れるようになりたいよとか、お客様のお役に立ちたいなんていうね、思いね、こういう向上心がね、もうひしひしと伝わってまいりますね。そうなんですよ、皆さんやっぱりいい営業になりたい、そしてもっと売れるようになりたい、今持ってる営業の悩み解決したい、そして営業を自信を持って、いい仕事だと楽しんでますと、まあ、そんな気持ちにね、皆さんなりたいということが伝わってまいりました。というわけで、今回の重大発表になるわけですけれども、はい、なんと DMM オンラインサロンで天野真也営業大学エッセンス開講します。はい、このね、営業大学エッセンスでは、直伝シリーズでも意識してます営業戦略の必要性、そしてね、今求められているこの営業戦略ね、価格営業型というやつなんですけどね、それまではじゃあどうだったかというと、肝骨気合みたいなね、まあ、そういうね、ちょっとね、今までのまあ営業形式からこの価格営業型へとね、トランスフォーメーションしていきたいと、ね、変革変身するための体系化されたカリキュラムを順次公開していきたいと思ってます。で、このエッセンスという名前の由来にもなってるんですけれども、営業とは何か、法人とは何か、ビジネスとは何かといった本質的な話からアプローチをしていきます。そして従来型のオンラインサロンとは一線を画す質の高い講義ができるようにね、努めていきたいと思います。それね、なぜできるかというと、僕は講師ではないんですね。実際にビジネスをやっているビジネスマンとしてね、皆様にこのリアルをお伝えしていきたいと思ってるんです。で、学生さんにもね、これぜひね、入学していただきたいというふうに思ってます。意外とこのね、社会人に出ての接点ってね、ないんじゃないかと思います。ですから営業って、もちろん職種としてはね、聞いたことあると思うんですけど、実際何するの、これでなかなかわかんないと思うんですよ。だって営業高校も営業大学もないでしょ。で、学生の皆さんとかね、あとは新入社員に近い、まあ、若い営業マンさんにも継続して学んでいただきやすい金額として、月額580円というね、金額に設定させていただきました。会員のね、特典としましては、サロン内限定の講座コンテンツの視聴、そしてサロン生向けの営業相談会、まあ、これね、ライブでやってったりもしていきたいと思ってます。それとまた同じくサロン生向けの営業相談会、まあ、これね、収録なんかもね、またやっていきたいと思います。そしてサロン生ワークの、レビューですね、まあ、こんなこともね、どんどんやっていきたいですし、あとは交流会ですよね、皆様が持ってるね、情報なんかをこの交流会を通じてね、共有していくなんてこともね、やっていきたいと思います。また詳細はね、概要欄に記載しますんで、ぜひね、この一緒にね、切磋琢磨できればなと思います。もちろん私からね、こうやって発信するっていうことが中心にはなりますが、皆様からのご要望ね、こういうことに困ってるんだ、これがね、また我々のこのカリキュラムをね、充実させる原動力になりますから、皆さんからのね、ご意見もどしどしいただく、まあ、そんなね、オンラインサロンにね、していきたいというふうに思っております。
そしてこの天野真也営業大学エッセンスは本日10月15日付で DMM オンラインサロンで開講いたします。ね、これからね、企画もね、拡充する、どんどん予定もありますし、最初はね、天野スコープも広告なし版をね、公開していきますので、またさらにね、こう、テーマごとにね、区分けなんかもしますので、こう、どういうところで困ってるよなんてね、YouTube で探すのも大変だと思いますので、ぜひね、この営業大学エッセンスを活用していただきたいと思います。まずはどんな中身かなっていうことで、まあ YouTube のね、中身を見ていただいて、一部ね、見ていただいている方もいらっしゃると思いますけれども、今回ちょっとね、体系的に一度見ていただけたらと思います。皆様からのお申し込みを心よりお待ちしております。